とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 YY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、剣の塔を5周回ってきます。5周回って、出たコマンドメダルを発表したいと思います。大体どんなものが出るかって、ちょっと知りたいところはあるよね。で、ちなみに、こっからスタートです。コマンドメダルの入手順。ここだね。368個目。神分身だね。この後からスタート。ということで、行きましょう。5周、行ってきます。では、第1回目のオイーター。サクッと倒せるんだけどね。倒せるんだけども、無敵になる時がね、チャンスになる前に、ちょっと無敵になる時があるので、あれがなければね、もうちょっと早いんだけどな。うん。あれでちょっとね、時間かかっちゃうんだよね。おっと、スローになった。けど、ダメージは全然入るから大丈夫。てか、スロー遅すぎ。スロー効きすぎだろう。しゃあ。あと一発だ。終わらせる。チャンスになる前に終わらせる。まあこういう感じで、ここは結構早く回れるかな。はい、残り4周頑張ってきまーす。それではラスト5周目です。ここは時間かかんないかなと思ったら、やっぱり結構時間かかるね。うん、やっぱ5周丸々回ろうとするとそこそこ時間かかる。いや、なんかこう高速で回るようなな、なんか装備があればいいけどね。素早さ 25% アップとかあるけど、ここはそんなに関係ないんだよね。このオイーターから逃げるフェーズがあるから、あそこもうどうしようもないんだよね。まあいいや、とにかくあと一発倒します。あー、出たー、最後の最後に桃吐きイベント。まあまあ最後だからいいか。ちょっと待っときましょう。長いんだよね、このチャンス取るのが。はい、おしまい。さあ5周回った結果どれぐらい出たのでしょうか。集計を見てみましょう。それでは戻ってきました。集計見てみましょう。確か、368番目だね。入手順の368番目。この辺か？これだ！パイプラッシュの上の、奥義神分身、レベル555。この後から、だね。5周回った結果見てみよう。まず、ローラーダッシュ。出てるけど、450か。これ450だったらば、天を貫くと、だね、あそこだったら、700ぐらいのローラーダッシュが出るんで、いらないな。まあ、基本的に全部、レベルは低めなんで、あんまり使えるやつは少ないかもしんない。で、そして、モモンガースティンガー。これは強いんで、いいんだけども、レベルは低め。で、闇夜の奇襲。いいね。漆黒丸は、俺は闇夜の奇襲と、黒い稲妻か。あっちは結構好きなんだよね。グランドオーダーアースブレイクよりも。はい、そして、ローリングスクリュー。で、シャイニングエール。ムチムチムチも出てるよ。次は何が出てる？メディカルコマンド。メディカルコマンドもね、最初のうちは、ヒーラー必要だなと思ってたけど、もう、いらないね。ヒーラー、いらない。はい。で、そして、マインドトラベル。二つ。出てます。そして、パイプラッシュ。パイプラッシュは440。低いね。で、メディカルコマンド。こんなもんか。うん。こんなもんです。剣の塔はそんなに、必殺技は出ないっぽいね。出たとしてもレベルが低めなので、ここでコマンドメダル集めはおすすめしない。ここは
あれだね、剣の遺構を取るときだけ来ればいいと思います。まあ剣の遺構は結構クラフトで必要なので来ることも多いかと思うんだけども、必殺技のコマンドメダルは期待しない方がいいみたいだね。はい、ではね、また他のところの、周回をしてどんなメダルが出るのかやってみます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。